あのよく文化祭って乾いちゃって開封してから半年ぐらいするともうなんか使えなくなるじゃないですか。でこういう風にしておくとね、使えなくなったらまた灯油をちょっと足してやればね復活するのでいいんじゃないかなと思います。焚き火です。掴んじゃん。閉めとけ。閉めたっていいかね。いや、もう一回。もう一回ダメだったら、はい、掴ん。新しいの入れる？うん。消えた。消えた。掴んじゃん。え、なんかが悪いの。分炊きがしけったのかな。分炊きしけった。ちょっと待って。お、お。私もやり。あ、ついた。この分炊きも全然カスやん。お乳の分炊き持ってきとるやろ俺。飲んだんかね。うん、燃料的な匂いするじゃん。ただの木くずに なり果てたんかな。あ、一本でいいよ。うん。あ、やっぱ勢いが違う。違う。うん。全然違う。うん。皆さんこんにちは、サルです。安い着火剤をよく燃えるね着火剤に変えるための一工夫ということでね、簡単に紹介したいと思います。これがですね、 DCM で売ってるちょっと安い分火焚き付け。分焚きもね、なんか値上がりしちゃって1パック150円ぐらいになっちゃったんだよね。でこれあの DCM で売ってる、まあ、分焚きもどき、分火焚き付けもどきなんだけど、これだとね、100円以内で買えるんですよ。なんでこれを使いたいんですけど、ただ問題はね、分火焚き付けと違って灯油がね、あんまり染み込んでないので、なんかね、火のつき方が弱いんですね。だからこれ買ってきた時は100円ショップで売ってるこのケース、あのこんな風にね、 100cc から 900cc までね、メモリがついてるんで、でこうネジ式なんでね、割としっかりと密閉できるんですね。でこれにね、入れとくんです。それが私の中では一番ね、ストレスのない着火剤作りができます。まあ 100cc ぐらいね、ここに灯油を入れます。灯油なんでね、自己責任になります。あまりね、表立っておすすめするわけではないんですけど、まあ、大体100ぐらい灯油を入れておきます。毎年ね、こう余った灯油がね、古くなっても翌年使えなくなるんで、それをね、入れてるんですけど、でこれを開けてですね、ちょっと手が臭くなるんでね、気になる人は手袋してやった方がいいですけど、でこうポキポキと折って、でここにつけてやるんですね。こんな感じで、まあ倒れないのでね、全体がベタっとつくことはないんですけど、こんな風にしとくとね、下の方から染み込んで、で下の方はね、割としっかりと灯油がついた感じになります。でこの大きさね、これ直径が12センチぐらいかな、シェラーカップとほぼ一緒だよね。12センチぐらいの大きさなんで、2パックいけるかな、いけないかな、ちょっと今初めてやってるんでわかんないんですけど、2パックいければ結構ぎゅうぎゅうになるかもしれない。あ、結構入る。もうね、今こう染み込んじゃってね、もうなくなっちゃいましたね。 100cc じゃダメだね。2パック入れるんだったら、もう
どうだろう、 100cc ぐらいあってもいい気がします。あ、パツパツだけど2パックいけましたね。2パック入れるとね、もうこう落ちないぐらいパツパツになります。今すごい染み込んだので逆さまにしても灯油が、はい、落ちてこないすごい染み込んでます。ちょっともう100ぐらいあったらよかったかな。だから2パック入れるなら 200cc ぐらい入れてよかったですね。ちょっと適当にこれぐらいでしょう。はい、多分ね200ぐらいめちゃめちゃ適当ですけど200ぐらい入れたと思います。でこれであのとってもね火付きのいい文化焚き付け着火剤ができたと思うので、あとはよいしょ、ギュッと締めておけばね、揮発して乾くこともないし、もし揮発して乾いたらね、またここに灯油を足してやれば文化焚き付け、あのよく文化焚き付けの乾いちゃって開封してから半年ぐらいするともうなんか使えなくなるじゃないですか。でこういう風にしとくとね、使えなくなったらまた灯油をちょっと足してやればね復活するのでいいんじゃないかなと思います。よかったらね参考にしてください。安い文化焚き付けを使いやすいものに変える一工夫でした。